九州空港祭り初めて来たんですが、美味しそうな食べ物がたくさんありますね。私も出番前にタピオカを飲んだんですが、もちもちで美味しかったです。あとそこのトルネードポテトも気になっているので、ステージが終わったら食べようかなと思っています。それでは早速1曲目いきたいと思います。1曲目は恋のアメリカンフットボールです。聴いてください。
私キューティーベリーのマネージャーをやっておりますヨシエです。よろしくお願いします。ちょいとパラパラありがとうございました。ちょっとご挨拶に参ったんですけども、このキューティーベリーはデビューして何年？1周年。はい、1年なんですよ。これでね、結構昔はねちょっと恥ずかしかったんですけども、今全然平気で、でさっき聞きました、北九州空港を利用したが、したことがありますか？あるって言ったやん、この日。あるって言ったやん。どこ行った？東京行ったんよね。あのここは神田町と北九州、本当にこう地域密着の空港ということで、開港する時から本当にみんな期待満載でね、あのこの空港がいつ開港するんだろうっていうふうに心待ちにしておりました。彼女たちが生まれる前に開港したんじゃないかな。一番若手が13歳、今12歳ね、小学校6年生ですから、もう私たちも化石みたいな感じなんですけどね。じゃあこの北九州空港の思い出だったりとか、今日のこの感想とかもう一言ずつね伺わせていただいて、うなぎの江口商店さん、非常に私も個人的には気に入っていますので、今日この雰囲気初めてという人たちが多いので、メンバーに一言ずつまた聞いてみようかなと思います、感想をね。じゃあマイクを持ってる人からいこうか。センターのにちかちゃん、空港についての思い出とか、この今日のお祭りの感想とかで、あのファンの皆さん毎度毎度来ていただいてありがとうとかね、あの暑いでしょ、最前列の皆さん日に焼けますけどね、日も暑いですからね、そのね依頼の言葉とかもねたまにはいただきたいでしょう。そういうのもね、ありがとうねとか、こう皆さんに言ってみましょう。いつも私たちのイベントに駆けつけてくれるファンの人たちや、私たちを支えてくれるお父さんお母さんたちにはいつも感謝してます。お父さんお母さんたちですからありがとうございます。はい、たまにこういう場所ではないと皆さんにね感謝の気持ちを伝えられないんですよ。やはりこうやってこう見てね、でありがとうという言葉ってすごく大切だと思います。今この SNS だなんだかんだって言って顔が見られなくてもなんかいろいろと話ができるような時代になりましたけども、やはりこういうアイドル活動とかしておりましたら、その間近にいる皆様方にちゃんとご挨拶ができないと良くないということを私どもは言っております。ですので今日はあの高いところではございますけれども、みんな一言ずつ感謝の気持ちですとか、北九州港このお祭りの感想とかを聞いております。はい、続いてあなたは誰？
かないっちゅうの。あなたは誰？お名前は？京香です。京香ね。はい。ダンス歴、この後ね、一人ずつソロダンスを踊ってもらうんですよ。なんでこのステージでわざわざソロダンスかっていうと、彼女たちはまずダンスをずっと小さい時からやってるんです。そしてそこから歌を練習してアイドル活動を始めていたので、まずはそこの腕の腕があるというところ、素晴らしいダンスをできるんだっていうことをソロで見ていただくことになります。でもその前に感謝の気持ちはお一人ずつ一言ずつもらおうかなと思って。はい、どうぞ。京香ちゃん、いつもどんな天気でも駆けつけてくれるファンの方々、いつもありがとうございます。その感謝の気持ちを忘れず、これからも頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、素晴らしい素晴らしい。はい、続いてのあちゃん。はい、いつもツイッターとかインスタでイベントの情報を見て駆けつけてくれるファンの人たち、いつもありがとうございます。コールとかめっちゃ嬉しいので、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では続いてまほちゃん。ファンの方、今たくさん増えてきてくれてとっても嬉しいです。これからも幅広い世代の方たちに知ってもらえる人になりたいので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。小学生の子6年生で幅広い方々にってすごいですね。ありがとうございます。女の子っぽいですよね。はい、そしてリーダーのひなちゃん。ひなです。暑い日でも寒い日でも、私たちのイベントに駆けつけてくださり、今日も、最善を取るために、日陰に入っていないところに皆さん座っていただきありがとうございます。本当根性だね。はい、皆さんが耐えれるよう私たちも素敵な笑顔を皆さんに、届けるので、あと少し耐えてください。耐えてください。応援してください。耐えてください。はい、はい、それでは先ほども言いましたね、一人ずつこのダンスを見ていただくっていうことで、この一人ずつだから揃わない方がいいよね。一回袖に行っていただいて降りて、で順番ずつ腕をですね、ちっちゃい時から本当にダンスをやっているので、やはり子供にはダンスとかそういうなんていうのアクティブ系だったりとか情操教育とかそういうのがとっても必要だなっていうのは私大人ですけど考えて思いましたね。スタンバイ OK ですか？ OK ですか？誰から踊りますか？順番を？いい、大丈夫。こここけないようにしてもいいかな。私前のすぐ何もないのにこけますからね。年齢が年齢でいいですか？じゃあ、まほちゃんから、はい、ソロダンスを見ていただきます。どうぞ皆さん、大きな拍手お願いします。おばあちゃんしか来ないあ、全然来ないけど、名前からないおばあちゃんしか来ないですはい、おなじみの
です。3曲目に皆さん聴いていただきたくてこのハピベリー用意いたしました。どうぞ皆様しっかりと大きな拍手をしていただいて応援してください。よろしくお願いします。キューティーベリーハピベリーです。どうぞ。忘れちゃった闇も置いてきちゃう。
つくアイドル TikTok のストーリーもアップそう届けたい思いがたいがもしも生まれ変わってもね、現時点で決まっているやつは、10月20日の築城祭り10月27日、電車でハロウィン三木門駅、ハロウィンの時期なので、キューティーベリーハロウィンのコスプレをするので皆さんどんな格好か楽しみにしておいてください。以上キューティーベリーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。